スーツに似合うコートって基本的に3つって決まってるんですよ。3つ、はい、コートが見れるのはやっぱりこの冬の時期のね作品でしか見れないので。そうですね、これはね本当醍醐味ですよ。うん、アブデカファッションチャンネル、どうもこいちです。私がナロジです。よろしくお願いします。お願いします。さて今回はもっと危ないか、はい、第9話の乱脈ですね。いやこれまたなんというか、まあ、終始結構ハードボイルドですよね、うん、最初からね。そうですね、やっぱり犯人のねなめ腐った感じというか、そうですね、それに対しての、まあ、怒りだったりも含めて、そうハードボイルドな展開、うん、だからそこはねやっぱりその、まあ、監督がこれは実は、うん、長谷部長谷部監督なんですよね。なのでもうそのアブデカをね、まあ、作り上げたと言ってもいい監督のそのテイストというのが出てる気もするし、うんうん、はい、ストーリーとしても実は危ないデカの一番最初の暴走という回、あれがあの未成年が成年になる、うんうんうん、その時の逮捕劇っていうのがあったんですけど、それともちょっとまた関連するようなあの流れですよね、うん、これもその、まあ、未成年である犯人の話になるんですけど、うんうん、そこら辺のねハードボイルドさが描かれているなっていうのをすごい感じる回ですよね。ですね、うん、まあ、流れとしてはトールとカオルがおとり捜査をして、そうですね、トールも捕まえるためにおとり捜査をしているんですけど、そこで、まあ、カオルが襲われてしまって拳銃を持ってかれると、ね、でその拳銃が使われて薬物が奪われるっていくっていうそのストーリー、まあここにねそのまあ未成年の若者が関わってるという事件になりますですね。でまあまずファッション見ていきたいと思います。高野ファッションですね。高野ファッションはですねこのねコート姿ですよ。もうアブデカのね一つの醍醐味は僕コートだと思ってるぐらい、この回から2人とも、まあ、高野裕二もコートになるので、これをねぜひ堪能してもらいたい。そしてテレビシリーズのその初期のね危ないデカでは、チェスターコート、はい、重厚なね、はいはいはい、ダークなチェスターコートを着てたんですけど、はいはい、そうですよね、この、まあ、モットに関してはトレンチコートを着てます。でこれがねこうスモーキーなカーキグレーのような色で、多分ですよ、多分ですけど映画危ないデカで、はい、タカとユージがこう意見が食い違う、はいはい、捜査方針が違うから、うであの時にユージが先にね一人で行った時にタカが不当でこう物事を考えているようなシーンに着てたのもトレンチコートなんですけど、それと同じなんじゃないのかなっていう、あ本当に気がします。色が違うのかちょっと分かんないんですけど、なんか近しい気もするというか、うん、このねトレンチコートこれがかっこいいわけですよ。やっぱり紳士のアイテムの一つなわけですよね。そうですね、そう、あのスーツに似合うコートって基本的に3つって決まってるんですよ。3つ、はい、はい、1つがチェスターコー ト, チェスターコート、これテレビシーズンでも着てましたね。シングルダブルとかいろいろありますけどチェスターコート、そしてステンカラーコート、ステンカラーコート、3つ目がこのトレンチコート、うーん、この3つが基本的にはスーツスタイルとかジャケットに合うコートと言われてるので、はい、まあ例えばですねそのダッフルコートだとか、ピーコートだとか、まあ、その他にもそのディテールがちょっと違うような、うん、オーバーサイズすぎるコートとかそういったものはやっぱりスーツとはちょっと合わないコートということになるんですよね。でそれで言うとちゃんとそれを抑えてこのもっと9話乱脈ではタカはトレンチコートという、うん、これもなんかねその英国らしさがあるじゃないですか。そうですね、そうやっぱりイギリスは雨が多いですね、雨風が多い、はいはい、そのためのトレンチコートってやっぱりその暴風暴雨の機能が非常に強い、だからこの辺のボタンが こっちにこう閉まるように止められるようになってるわけですよね。そういう背景までもがやっぱり、うん、タチさんはね英国好きですから踏襲をされてというか、うん、で着てる、うん、このトレンチコート姿がね
美しいんですよ。でトレンチコートに関してはチェスターコートと違って多少やっぱねゆとりを持ってきた方がいいです。うーん、チェスターコートっていうのは割とジャケットを形をそのまんま長くしたようなデザインなんで、はい、あんまりダボダボ着るとそれはそれでちょっと系統がカジュアルになったりするんですけど、トレンチコートはどちらかというと少しゆとりを持って、そのこれもまたそのドレープ感ですね、はい、生地のちょっと動き揺れたりする、うんうん、ドレープを楽しむっていうのが一つです、はい、あとはやっぱり、この襟をねちょっと立てるという、これも、まあ、タチさん、まあ、京平さんもね襟こう折るんですけど、うん、お二人のこだわりというのがもうどのシーンでもこうなってるというね、はい、このこだわりというのが感じられる装いですね。なるほど。例えばこのシルエットを見ると分かるんですけど、結構ボックス型ですよね。うーん、で、まあ、貫禄があるというか、そうですね、非常にゆとりをとって武骨さがあると、はい、でこれがまたボタンを閉めてそのトレンチコート の, このベルトがあるんですよね、ウエストの、はいはい、このベルトのところをキュッと縛ったりするとグッとライン、体のラインが出てまた、まあ、色っぽくなるというか、セクシーさも出るんですけど、基本的にはちょっとゆとりを持って着ると美しいのがこのトレンチコートというところですね。まあおそらく撮影に合わせてというか撮影向けで、あんまりねその硬くて重厚な生地っていうよりも少しまあ柔らかいというかあんまり重くない生地を使ってると思います。撥水とかで生地の強度はあるんですけど、重すぎない生地を使ってるんじゃないかなという、うんうんうん、その動きを見てて思いました、はい、続いて、はい、高野ファッションの、まあ、2パターン目というか初内でね、その初内の姿、コートじゃない姿が見れるんで、はい、それがこちらと、はい、それがこちらですね。またこのねネクタイが非常に洒落てますね。そうですね、うん、こういうまあレトロな雰囲気がやっぱりいいですよね。うん、ちょっとクリーム色のような、ベースの色にえんじの、うん、まあ、古文柄というか、うん、それのネクタイというところで、まあ、ちょっとあったかみがあるような、うん、でもそのアンティークだったりレトロを感じるネクタイですね、はいはいはい、これがまたねこの狭い V ゾーンにアクセントになって、かっこいいですね、うん、本当にこうスカーフのようなね、はい、役割になってるという、洒落てますね。タカはベスト姿かっこいいですよね。うん、でまたこのねベストがピタッとしていて、うん、でこのヒップあたりのパンツのふっとひわっと広がる感じ、うん、ゆとりがあって、うん、というのがね武骨なんですよね。まさに A ラインになりますよね、うん、上半身はピタッとベスト姿になった時は A ラインに見えるという、はい、そう、これが、場所内のねそのネクタイがグッと分かったり、うん、ベストも分かるシーンですね。ですね。続いて、はい、今度はユージのファッションですね。ユージも、まあ、コートスタイルになるんですけども、グッと軽快な、うん、色がねやっぱり白っぽい、うん、これもね真っ白かどうかはちょっとも気持ちオフベージュとか色がきなりかかってるかもしれないです、はい、作品のね映像上だとちょっと真っ白に見えますけども、はい、そういう、コートですね、うん、形はこれはステンカラーコートになります、はい、ステンカラーコートか、そう、同じく襟をやっぱり立てる、はい、っていうところと、これはさっきのタチさんとも同様ですが、やっぱり動きがひらっとしたね動きだったりを見せるのに向いてるんで、はい、比較的スポーティーで、まあ、少しシャカシャカしたというかね、はいはい、そういう素材だと思います、はい、重さというよりは本当に軽快な、うんうんうん、ふわっとするのがね、うんうん、ユージのアクションにぴったりなので、うん、それを計算されたコートを、まあ、黒のインナーに合わせてると、うん、いうところですね。なのでコートを脱ぐと、まあ、基本的には黒ずくめ、黒パンに黒インナーをしてるんですが、このコートを羽織ることによってコートスタイルが完成する、なるほどなるほど、秋冬のスタイルが完成するっていうところですね。うーん、この2人のねまたねコントラストがやっぱいいんですよね。そうですね、お互いのコートスタイルではあるんですけど、はい、ちょっとやっぱり違いがある。うん、タカに関してはやっぱり英国紳士、うん、それを感じるスタイルですし、うん、ユージに関してやっぱり
スポーティーだったりこの軽快なアクションに合った、まあ、コートという感じで、そのね2人のまたね違ったコートスタイル、非常に、うん、いいですよね。これもやっぱ真似したくなりますよね。すごいわ、かっこいい。そう、本当にね、コートが見れるのはやっぱりこの冬の時期のね作品でしか見れないので。そうですね、これはね本当醍醐味ですよ、うん、映画になるとおそらく限られます、そのコート姿が見られるのは。だから、はいはい、そう、あの、ある意味貴重です。ですね、うん、うん、本当にたっぷりとこう2人のコート姿が味わえるというのは、ね、はい、いいですね。はい、はい、ということで今回はもっと危ないのが第9話の乱脈から高裕二それぞれのファッションの見どころについて小井さんに解説をしていただきました。はい、そして次回はですね、thank you.
ブデカファッションプロダクト復刻企画第2弾の最もの高のスリーピースですね。このねポケット手入れる仕草、それから V ゾーン、ベストの形とかね、まあかっこよくてね、こう浸っちゃいますよね。横浜歩くのが本当幸せな思考の一着ですね。360度かっこいいですし、この風格、男らしさとかダンディズム、色気みたいな存分に味わえる、ほんと特別な一着です。ぜひ見てみてください。こちらがアブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のリュージのステンカラーコートですね。ポイントはこの襟です。襟見ていただくと立ってる感じ、それからこのシワ感とこの光沢、ドレープです。この辺りをなるべく忠実に再現した形で復刻してみました。動いたりするとちょっとひらっと動く感じ、走ってる時にもすごく軽快で有志の気分が味わえる一着になってますね。ほんと横浜歩くと気持ちがいいコートです。ぜひ